城山三郎8月18日から2007年3月22日は日本の小説家。本名は杉浦英一。経済小説の開拓者であり、電気小説、歴史小説も多く表している。愛知県名古屋市中区生まれ、名古屋市立名古屋商業学校を経て1945年、愛知県立工業専門学校に入学。 理工系学生であったため長兵猶予になるも、大日本帝国海軍に志願入隊。海軍特別幹部練習生として、特攻隊である、副領部隊に配属になり、訓練中に終戦を迎えた。1946年、東京産業大学予科入学。1952年、改名された一橋大学を卒業。卒業論文は、ケインズ革命の一考察。 大学在学中に洗礼を受ける。父が病気になったため帰教師、岡崎市にあった愛知学芸大学商業科、文部教官助手に就任。担当は、景気論と経済言論。後に、同大学文部教官専任講師。この間、金城学院大学にも出向。1954年、丸山薫の紹介で、長田正夫、宇佐みみを、国史通り、 岩崎総治と月1回の読書会、クレトスを始める。名古屋の近代批評の導入に加わる。1955年、一橋大学経済研究所に出張。1957年3月、名古屋市築作の城山八万宮付近に転居。同12月神奈川県茅ヶ崎市に転居。1963年6月、日本作家代表団参加による訪中を機に、 愛知学芸大を退職し、以後、作家業に専念する。なお、ペンネームの白山三郎について、上記の上山八万宮に、3月に引っ越してきた、ことからつけた、と本人は語っている。晩年は、治安維持法が悪用された経緯から佐高信だとともに、個人情報保護法の成立に反対するなどの、活動をした。2007年3月22日午前6時50分。 間室性肺炎のため、茅ヶ崎市の茅ヶ崎特集会総合病院で死去、79歳没。ウイルス性肺炎により、回遊不能となったため家族の意向で無理な治療は止め、呼吸の安楽措置になった。お別れの会には、中曽根康弘、小泉純一郎、河野洋平、土井高子、五木博之らが出席した。ダイヤモンド社主催のダイヤモンド経済小説大賞が、 発展、解消する形で、白山三郎経済小説大賞が設けられたが、第4回12月発表をもって終了。2014、新たに、白山三郎賞、主催、角川文化振興財団が創設された。男子の本会、田落日もゆ、新さ田中昭蔵と足を行読事件毎日が日曜日、輸出官僚たちの夏。 マヒルのワンマンオフィス勇気堂々小説日本銀行、総会や金城おねずみ、乗っ取り大義の末、一歩の距離小説よかれん、忘れぬ翼、生命の歌すなおな戦士たち、今日は再び来たらず黄金の日日、傍教の時侍、インメキシコ、鳩町始末役員室午後3時、盲人重役一発屋第6、内出小槌町一番地重役養成計画、一か八か、 プロペラ機、着陸待て、多男子の本会、賢人たちの夜落日もゆ、官僚たちの夏勇気堂々新参、ネズミも、君には頼まない、荒にしてのだが、引くではない本田総一郎との百時間、わしの目は十年先が見える、洋島西生命の打たれからの栄光を忘れ得ぬ、翼落日もゆ指揮官たちの特攻、ありがとうございます。